はい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 、どうも皆さんこんにちは、ケンタさんです。はい、ということで長らくお待たせされました。はい、僕実は黒森のロードバイクを持ってるんですけども、その黒森のロードバイクをカスタムペイントに4ヶ月前ぐらいにですかね、出したんですけども、ついに今日それが戻ってきました。はい、早速見せたいところなんですけども、前置きを言うと、自分黒森ロードを何年、大学だからまあ4年ぐらい乗ってるロードバイクがあるんですけども、ちょっとね飽きてきちゃったなということで、新しいロードバイクをドーンと買うんじゃなくて、乗り心地とかね、乗り味は好きなんでカスタムペイントをねしちゃおうかなと思って、もともとこのドバンクラシカルないい感じのロードバイクをですね、大乱闘スマッシュブラザーズでキャプテンファルコンっていうですね、すごいマッチョなね痛いおじさんがいるんですけども、彼が乗っている愛機がブルーファルコンという愛機で、こんな感じでですね、こういう愛機機体を持ってるんですけども、もうこれがこのキャラが大好きすぎてですね、今回このブルーラグのクックペイントワークスというところですね、カスタムペイントをお願いしました。で今日それが出来上がりまして、ここに持って帰りました、家まで持って帰りましたんで、皆さんに紹介すると、皆さんに自慢をするという回でございます。そうだ、ちなみに後ろのマウンテンバイク、これなんぞやというツッコミが多分コメントがいっぱい来る前に先に言っときますけども、先日オフ会をやりました。マウンテンバイクオフ会をやった時にコナから、マウンテンバイクメーカーのコナからお借りしたマウンテンバイクがここにずらりと並んでて、今私自転車屋さん状態になってますね、うちんちがね、はい、本当にね、来年は僕もねマウンテンバイクチャンネルなんじゃねえかっていうぐらいのハマりぐらいなんですけども、まあそんな話はちょっと置いといてと。クラシカルだったロードバイクがこうなりました。ちょっと待ってね、手袋します、手袋。よしせーの、ほいじゃーん、いかがでしょうか。ブルーファルコン号としてですね、新しく生まれ変わったラレーでございます。はい、個人的にはかなり満足のいく仕上がりでございます。さあいかがでしょうか、こんな感じになりました。はい、非常に美しい仕上がりなのかなと、個人的なのと思ってます。今回ですね、イメージ的にはですね、ブルーファルコンの車体をそのまんま黒森ロードに落とし込んだらこうなりましたっていう感じの注文をお願いしてみました。全体的にマットな感じに仕上げました。マットにしてくださいとお願いしました。はい、ここですね、ブルーファルコンと封印されてますね。非常にこうこのフォントもレーシーな感じがしててすごくいい。ブルーファルコンのロゴに合わせてこのラレーのフォントもちょっとレーシーな感じにね変えていただきました。07番ときて、正面から見るとこんな感じですね。今回生まれて初めてカスタムペイントやってみたんですけども、非常に良かった。いや本当にね、皆さんおすすめできます。はい、下手に新しいフレームを買うよりもですね、カスタムペイントしてですね上げた方がですね、もしかしたらいいかもしれないですね。愛着がさらに湧きます。気になる、なんて言うんでしょう、期間とか価格とかなんですけども、この辺は完全にその人によります。はい、一概には言えないです、絶対にこうとは言えないんですけども、僕の場合はこれをまず剥離して新たに塗装してます。それだけで結構かかります。お任せでやっていただいたんですけども、だいたい10万はしなかった、こっち9万ちょっとでした。10万円しないでこんなかっちぇかっこいいロードバイクが来るんであれば、個人的にはもう大満足でございます。前の動画で確かデュアレースに組むって言ったんですけども、言ってしまうとデュラレースでは組みません、多分、はい、っていうのも
なんか違うなと、やっぱあのでごついのはデュラじゃねえんじゃねえかなっていうふうに思い始めてですね。で今デュラエースはもう1台の方に今組んでます。こいつはちょっとどういうふうに組むかはこれからじっくりと考えながらやっていこうかなと思います。まあカンパになるのか、またちょっとこう怪しいサードパーティー系の魔改造ロードバイクになるかちょっとあれですけども、カスタムペイントとかねやってみたいって思った人はぜひね参考にしてもらえればなと思います。ぜひね、うわすげえ、めっちゃいいじゃんと思った人ぜひこのグッドボタンよろしくお願いします。またね完成したら、また動画とかなんかで出そうと思いますけども、今回ひとまずご報告までまたね大事に大事に扱っていこうかなと思います。これからも末永くこのフレームと付き合っていけたらなと思っております。ということで健太さんでした。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。